こんばんは、小牧ゆかです。今日は今野さんですね、夏休みでお休みなので、6TV の OB じゃなくて OG でしょうか、なぎら圭一が遊びに来てくれました。誰ですか？え？誰ですか？なぎらさんですよ。誰ですか？小牧ゆかです。あ、なんだ、そうかと、まあそういうわけでございましてですね、先週に引き続きまして、はい、まあしっかりこの土着したというんでしょうか、私があのなぎら圭一でございます。どうもどうも、はい、お久しぶり。はい、そして今日のスタジオライブは、この方々です。サンディー&サンセスの皆さんです。出たー、出ました出ました。どっからこんなもんって。自己紹介の方をじゃあちょっとしていただきたいなと思います。はい、サンサンディーでございます。サンサンサン、ギターとキーボードの久保田誠です。ギターのケニーです。ベースの金ちゃんです。やはり独特の雰囲気を皆さんありますね。そうですね、醸し出してますけども、はい、もうこのサンディアンの三節というとサウンド的なものが私やっぱりピーンとくるのかもしれませんけど、夏という感じですね、イメージですね。他にもね、もうすぐジャマイカの方へ、暑いジャマイカへコンサートへ行かれるんです。そうなんですよ、てしまう、追い出されてしまう。じゃあ夏の土地をずっとこう行ってるようなもんですね。いいですね。結構なもんでございます。はい、はい。後ほどですね、はい、そのコンサートのこととかジャマイカの話を聞きたいと思います。はい、そしてですね、今日このスタジオライブでございますけどもですね、見どころ、聞きどころというのをちょっとご本人たちの方から紹介していただけませんか。今日はゲスト、盛りだくさんに。ゲストのゲストお楽しみに。そうですか、楽しみでございますね。はい、はい、それでは行ってみたいと思います。 ROCK TV LIVE。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。やったな、シェゲナベイビー。何だかよくわかりませんけどですね、私がですね、ROCK TV をこのやったのはもう4年ぐらい前でしょうか、その時の最初のゲストが、サンジャンの三節とかですね。そうなんです、ね、ということは結成してどのぐらいになります？かれこれ6、7年になりますか、ね、長すぎて春よ。仲良くやってますね、でも大したもんですけどもね。まあそもそもサンディと久保田さんが率いるこの三節ギャングですか、一緒にやろうと、はい、どういうしてまたこの一緒にやろうなんて思いました？いつも答えに困ってしまうというか、これはもう縁ですね。縁、はい、今縁高の深いね、やっぱり、ね、音楽的な結びつきがあるんですよ、やっぱり。あ、必然性が縁石ですね。いや、細野晴臣という面白い博士がいまして、ね、彼を通して結構近しくなってしまったという。はは、ラコードですね、じゃあ細野さんは。音楽的にはほぼそういう感じですね。なるほど。他にもいろいろね、海外公演とかなさってますよね。いや、日本やりたいんですけど呼んでくれないんですよ。呼んでくれない。学園さん呼んでください。基本的には本当芸者ですから、呼ばれればどこでも行くんですけど、シャミセンス中にこうやってねえ、お座敷がかかればどこでも行っちゃう。呼んでくってくれば。呼んでね。で、特にあの海外の中でどこが一番印象に残ってます？なんと言ってもじゃあまあいいかという。ジャマイカね、はい、で今回はそうすると何回目です？2度目なんです。あの演奏に行くのは2度目ですけど、レコーディングこの前行ってきてね、まあおかしいとこですね。なぎらさんに似た人がスターなんですよ、ジャマイカ。似たような人やったな。そうかもしれません、いや、なぎらさんじゃない。いや、タイガーっていうおもろい男がいまして。あ、そう、似てますよ。もしあったらよろしく言ってくださいね。コンサートはどういう風になるんですか、今回のジャマイカのコンサート。今回は、ね、サンスプラッシュっていう、あのなんていうレギュラーでやってるフェスティバルの一環なんで、10周年ですね、今年は。いや、スティービー・ワンダーとかね、サードワールドなんかも出るらしいという話があります。すごいですね。我々はちょうど最後の夜の夜10時のゴールデンタイムをいただきまして、8月22日でたどり着ければですけどね。そうなんです。ジャマイカまで、それでは聞いてみたいと思います、Too Hot to Handle Sandy and the Sunsets Rhythm Chemistry and 光の束。
everyone, sang it from Jamaica. Island writing songs, now each and everyone, don't you have some fun? Hey, Marianne, can special dedication. Hey, when they beat this asylum passion, come down. Jamaican Japan, why don't every passy have music out? Come on!
なぎらさん飲んでくれてますね。どうぞどうぞもっと飲みください、家庭で簡単にソーダが作れるソーダホンでございます。見てください。普通の水でソーダができる。そうなのよ。ほら、あららこれでソーダの出来上がりでございます。どんどん、あららららおしゃれ。これはね、今これ日本人の家庭一家に一台はこれは欲しいですね。これでもこれ発明、科学の勝利ですね、はい、宇宙が生んだと言ってもいいぐらい。うわこれは素晴らしい。そうなんですよ。そうだ、ほん、あや、やったやった、シェゲナベイビー、シェゲナベイビー、はぁ、あ、驚いたな。そうですよ。皆さんもどんどんお飲みください。いただいてください。こ、あ、どうですか、違うわ、一味も二味も違う、うん。それではお知らせを挟んでですね、素敵なライブと楽しいインタビュー、まだまだ、他のこのアーティストの方なんていうのはコンサートなんか聞きに行きます？行きますよ。例えば最近ではうっと止まってしまったね。うっと止まってしまった。あ、ネビルブラザース、アンコールだけ見たな。おー、アンコール時間ないんだよな、忙しくて、はい、行きたいんですけど、ね、でもね、なぎらさんのショーはいつですかって言います。ショーなんだよ、面目ない、お恥ずかしい。シェゲナベイビー、まあ、今度お知らせしますからぜひ来ていただいて、ね、はい、ね、じゃあさてここでですね、サンディ&サンセスが選んだ、好きなアーティスト国内編をちょっと見てみたいと思います。やった、じゃん。第5位ですね、6人組。第4位はビリケン、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 うん、はい、3位はランキンタクシー、2位はヤン・トミタ、そして1位はやっぱりサンディエンド三節のあたりますけど、今日の出演者が多いですね、やけに。なんかね、うん、あ、そうなんだ、この2つは要注意ですよ、あの要注意、これは本当に20丸、日本の音楽界を揺り動かすと言われて、ミリケンと6人組、そうです、怖いですよ。皆さんも一つね、チューニングじゃないですね、注目してほしいですね、チューニングすることはないですけどね、はい、でも私ね、あの、はい、沖縄の女の子でグインコちゃんっていうのが好きなんですよ。グイン、14歳の子でね、グインコ、グインコ面白い名前ですね。リンコちゃん、これから出てきますよ、うん、すごいです。あ、そうですか。 Watch out baby。 さあ、いろいろお話を聞いてまいりましたけどもですね、はい、もうちょっとこの本音に迫ってみようということでございましてですね、恒例でございます丸バツクイズ。私の話聞いてます？皆さんですね、個人個人気にせず本音で上げていただきたいと思います。正直にですね、うん、正直ですね、はい、では早速いきたいと思います、はい。サンディアンサンセッツの実力は日本では正しく評価されていない。いないよね。また相談はしないの。いない。レコード会社もっとプッシュプッシュ。レコードの売り上げが非常に気になる。気になるなら丸。気になる。なるよ。なる。気になる。うん、気になる。やはり。うん。壊れちゃったんですか。見苦しいほどアイドルしたいの本当は。あ、見苦しいほどアイドルしたい。アイドルしたい、もっとキャッキャッ。いや、そういうんじゃないけどやはりね、うん、やっぱり受けたいってことです、単に売れた方がいいですよ、世の中。そうですよね、何でもやります、何でもやります。お仕事くださいな。私もね、そう言って失敗しちゃったんですそうしたら今、色も一直線ですからね。あ、歌を忘れたカナリア、危険なのね、はい。さあ、次の質問ですね、はい、ツアーの途中など、時折、他のメンバーを殴りたくなることがある。そんなことはそんなことないもん。私たちすっごく仲いいもん。おお、皆さんじゃ一致してますね。そんなことはない。そんなことはない。ちょっと見隠れしてますけどね、うん、バールがたまにサウンドチェックの時たまに。で、私も聞いてみたかったんですけどもね、サンデーの魅力はですね、歌だけでなくもっともっと他の部分にあるんだぜ、そう思うなら丸よくわかんない。それ丸でしょ、やっぱり。ケンちゃん、どうしてです？いや、その通りだからです。例えば、他はどういうところです？いっぱいありますよ。素晴らしいところがございましてね。お持ちでいらして、素晴らしい人間ですよ。音楽だけじゃなくて。持ち物がいい。いいバッグも持ってますしね。あ、なるほど。はい、それではですね、最後。サンディ&サンセッツはビジュアルなバンドである。ビジュアルね。ビジュアル。どういう意味ですか？目で見て楽しめるバンド。それだよ。うん。私たち個性的だから。場所によって、うん、場所によって、うん、時々これ。おどうしてです？今上げてらっしゃいませんけども、いや結構おっかないっていうかね、そういうちょっと。ではここでかっこいい曲を一つ聴いてもらいたいと思います、はいはい、Feel the life beat Sandy and the Sunsets with Cobra。
はい、それではですね、恒例の自画像をちょっと見せていただきたいと思います。サンディから見せてもらいます。嘘ばっかついてる。あ、色っぽい。あ、素敵。本当に自分で描いたんですか？あ、いや、美奈子ちゃん似てる。いやいやいや、いい、結構ですね。綺麗ですね。似てないです。はい、そしてじゃん。あ、あれ、これ。あ、これはもしかしてすごいかもしれない。これは、うん、あ、顔、顔ですよ。あ、そっか、顔よ、これ。あ、顔か、なんだ。鼻眼鏡。危ない危ない。あ、そうかそうか。はい、あれ、うるせえ。あ、似てる似てる。うまい。あ、うまいですね。うまいね、ケンちゃん。さすがジャマイカンチャイニーズでしょ。いいな。あ、そういう感じですね、本当に。はい、そして最後に出た、じゃあルパン三世に似てない。あ、似てる似てる。本当だ。漫画がそうだよね。まあ、そういう今意味ではですね、はい、サンディがヤニゴの自分を過大評価してるなという気がありましたけどもですね。見にくかったかしら。いやいやいや、しかしですね、私いつも思うんですけど、セクシーなんですけどね、なんか秘訣はあるんですか？秘訣、うん、秘訣なんてないですけど、ココナッツミルクが好きなんですよ、うんうん。でジャマイカとか行くと、うん、赤豆をご飯とココナッツミルクで煮るお料理があって、うんうん、してる。食べると胸がムネムネしてくるっていう。ムネムネ。あ、そうか、それだったのか。そうか、いいこと。頑張ってね。はい、そういうわけで、はい、はい、また来週。バイバイ。胸が。